今日はなんとじゃじゃん、こちらの2キロの鶏胸肉を使ってメインになるおかず10品作っていきたいと思います。ではクッキングスタート。はい、では作っていきたいと思います。まずは唐揚げをちょっと味付けしたいので一番最初にやっちゃいます。唐揚げはフォークで全体的にお肉の表面に穴を開けます。そうすることで味が早く染み込むのでこんな感じにします。やはり胸肉はももと違ってどうしても淡白な味にはなってしまうので味をしっかりつけて油でカラッと揚げていきます。じゃあお肉を一口サイズで切っていきます。これはこのままでいいか。よいしょ。はい、こんな感じで切れたらここに調味料を入れていきます。お酒が大さじ2、お醤油も同じく大さじ2で、オイスターソースが小さじ2と、お砂糖も同じく小さじ2入れます。小さじ2やからこのままかな。にんにくと生姜、ピッ、これは小さじ2ぐらいかな。生姜は私は結構ね、多めが好きなので多めで入れたりもします。で、ここに片栗粉を大さじ1入れます。そしたらこれをしっかり揉み込んで30分からできれば1時間ぐらいかな、味を染み込ましたいのでしっかり寝かします。こんな感じで置いておきます。はい、ではバンバンジー用に先にお湯を作っておきます。お酒をね、大さじ2ぐらい先に入れておきます。よいしょ。そうしたら今から作るのがチキン南蛮とハニーマスタードチキンとヤンニョムチキンは基本的に片栗つけて軽めの油で焼いてで味付けするっていう感じやねんけど、今回はチキン南蛮、ヤンニョム、マスタード、そこまでの工程は一緒なので一気にそのお肉を焼いていきます。チキン南蛮はちょっとこう、なんていうのかな、こういう感じ、薄く大きめに切る方がおすすめです。なのでそんな感じに今回は切っていきます。で、逆にヤンニョムとハニーマスタードはコロッとしてる方が可愛いし美味しかったりするのでコロッとしたサイズですね、一口サイズで切っていきます。これに片栗粉をつけていきます。片栗粉をつけられたので油でカリッと焼いていきます。そしたらこのままじっくり焼いていきます。お肉を焼いてる間に梅しそチーズロールかのお肉をやっていきます。分厚い部分、鶏胸肉の分厚い部分をまずは2つにスライスしたらこれを真ん中が切れへんようにうまいこといいですね、スライスしてちょっとこれを後で叩きます。お肉、じゃあお肉を叩いて、いい感じの薄さですね。ほい、したらお肉に塩コショウをしてもう全体的にしちゃいます。こっちで塩コショウをかけたらまずはしそ、そして梅で、チーズ、チーズはね、ちょっと溶けちゃいたくないので溶けると欲しくないのであんまりパンパンには入れずに今回で、これをギュッと中心を作るようにしてギュギュギュッと巻いて、ラップをキャンディーを作るみたいにひねって形を作っていきます。
じゃあ、さっき作ったタレを入れて、よいしょ、ちょっと熱してからチキンに絡めていきます。これでハニーマスタードは完成です。これでヤンニョムチキンも完成です。まずは玉ねぎをスライスしていきます。そしたらここに、こっちはつけだれ、かけだれじゃなくてつけだれの方ですね。よいしょ、お酢大さじ3、醤油大さじ2、砂糖大さじ1とニンニク、こういう、で、ここにさっき焼いたお肉があるのでお肉を入れます。ちょっとの間これでつけておきます。揚げ物をしていきます。最初の方に作ってたこの梅カツですね、をよいしょ、なるように粉をつけて、卵をつけて、それからパン粉をつけます。じゃあ今からはキーマカレー用の野菜を切っていきます。まずは玉ねぎが半分と、ピーマンとパプリカ、パプリカは中の種を先に取り除いちゃいます。お野菜を全部細かく切っていきます。これはオリーブオイルで炒めていきます。はい、OK。そしたらその間に麻婆茄子用の茄子も切っていきます。茄子は少し短めの乱切りにしていきます。まあどんな形でも OK です。一部を飲むかな、入れて、茄子と、でここにもうお肉も入れちゃいます。肉をドンと入れて、でキーマカレーの方にも入れちゃいます。じゃあこれで炒めていきます。こっちはオリーブオイルやけど、ナス、麻婆ナスの方は今回ごま油でやります。濃い油多め、ナスの色は変わらないので油多めにします。パンを入れていきます。半分ぐらいかな、1個入れちゃいます。ぐるぐるやっていきます。なので交換は、おいしそう。じ
ゃあこれはちょっと冷ましておきます。はい、じゃあ次はソーセージを作っていきます。とあとつくねかな。ソーセージはお肉大体200ぐらいかな。入れたらここに玉ねぎをちょびっとで、つくねの方にも玉ねぎを切ります。にんにくと生姜をちょびっと。しそを5枚ぐらいかな、細く切って。あ、いい香りで、ここにレモンを少しと片栗を大さじ1入れて、で、しっかりこねていきます。わ、もういい匂い。ラップにこのさっきのお肉を置いていきます。こうくるくるくるっと、またまたキャンディーみたいにしよう。はい、これで出来上がり。アルミホイルに作ったソーセージを乗せて、でまたアルミホイルを上に置いて、今回これをねお湯に入れてボイルするんだけど、この中のソーセージを濡らしたくないので、四方をギュッと密閉します。はい、じゃあこれをお湯に入れます。まずはマヨ。これはしっかりと混ぜていきます。じゃあしっかり混ぜることができたら、この子を焼いていきます。そしたらいつも通りアイスのやつでつくねを置いていきます。ほんまにこのアイスの使うだけでつくねを丸める時間が超短縮されるから楽ちんでございます。したソーセージが、わあ美味しそう、めちゃめちゃ美味しそうにできてる。パンパンや、しかもいいですね、すごく美味しそうですね。大葉入りのソーセージは完成です。バンバンジーの味付けをしていきます。ここはお砂糖小さじ1、お酢と醤油とごまですね、を入れます。ごまちょっと多めの方が美味しい。混ぜます。バンバンジーは盛り付けたらこれで完成です。はい、というわけで2キロの鶏肉を使って10品のメインを作る、これで完成です。もう超美味しそう、すごいね。全部味見したけど全部美味しかったです。では一品ずつみんなに紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちら、普通の鶏の唐揚げですね。これのポイントは生姜とニンニクを少し多めに入れるのと、オイスターソースを入れることで味が少しだけ濃いめにつくので、鶏胸肉でもガツンとした味になっております。そしてこちら、これが私が大好きなチキン南蛮になります。まあ、あのお肉をねしっかり揚げてないから、宮崎の本場のチキン南蛮と比べるとちょっとあの簡略簡単なやつっていう感じやねんけど、はい、美味しいのでよかったらみんなもぜひ作ってみてください。それとこちらが麻婆茄子で、これがキーマカレー、これはご飯にかけて食べたら美味しいシリーズになります。そしてこちらがお弁当にぴったりの鶏のつくね、こちらがヘルシーなバンバンジーで、これが大葉とレモンが入ったソーセージで、これが梅とシソと大葉を挟んだチキンカツですね、になります。と最後この2つがヤンニョムチキンとハニーマスタードチキンになります。はい、というわけでお得な鶏胸肉を使って10品作るチャレンジはこれで達成です。
みんなもよかったらこの中からどれが食べたいかなっていうのを選んで、ぜひぜひ作ってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。もう疲れました。Tenho as estrelas infinitas pra contar. Tenho só